こんにちは d a のマ h n ウィー r キングタクです今日はえー、読売ジャイアンツ。私大ファンなんです。昔から子供の頃からもう大ファンです、読売ジャイアンツ。確か、あの、木村拓哉さん、セカンドのあの、木村拓哉さん、確か亡くなりましたね。あの、2009年、蜘蛛膜下出血で確かお亡くなりになれたのは非常に残念です。 あれから11年はもう経ってはいますけどもね。一応まあ、中でもファンは今、坂本隼人選手。あと、丸吉宏選手一番の大ファン。あと、エース菅野智之一番ファン。あとは、岡本和馬選手。あとはまあ、いろいろ言いますけども、まあ、昔知ってる選手、まあ、小笠原とラミです。小柄見コンビがもう思い出すね、はい。はい、小柄見コンビも思い出した。あの、2009年のクライマックスシーズ、 日本シーズンも優勝した感動を思い浮かべし、2012年のクライマックスも優勝、あれか、遠ざかってますけども、もう感動の涙がもう止まらないです。はい。あと、代打で活躍する石井義人と矢野健二もすごかった。うん、わかります。巨人は確か FA の選手、毎年毎年補強、補強が多いですね。はい。村田修一選手や、えー、昔だった清原和弘選手。あとは、まあ、 清原選手も大変なことになっちゃいましたね、あの時。はい。他にも、えー、読み入れちゃいやつじあと、広沢勝美選手と、あと、吉岡雄二選手。あの、提供魂。大飯はい。あとは、まあ山口俊投手。あの、今、メジャーでも頑張ってる山口俊投手。あとは、まあもう、ホーユー尊った、あの、スコット・マッシソン。 山口哲也さん、西馬健太郎、トリオンもすごかった、リーフトリオン。まさに、スコット哲太郎、いいですね。2012年の優勝の立役者ですね、やはり。あとは、外国人は、セペダ、ボーカー、エドゲー。あとは、ロペス。今、DNA にいるロペス。あとは、パーラー、あの、シャークポーズ。ま、私も真似しましたね、冒入ーーの時に。シャークえー、他にも、ま、あ、いろいろ好きですが、私、ま、あ、読売ジャイアンツのファンで、ま、あ、毎、 テレビ見てますね。開幕戦も,もちろん見てます。毎年のように。はい。グー、グー、キャージー、ん。と応援してます。はい。あの、ボール玉振るーっていうとこ、ここ突っ込みどころがもうすごいし、う、え、レーってもう大きい声出してるんです。もう興奮しちゃいますね。はい。ということで、今日はこの動画は以上にします。これからもヨメギジャイアントを愛してファンを続けていきたいと思います。それじゃあさようなら。バイバイ。